赤楚衛二です。町田啓太です。この度なんとチェリマホが映画化することになりました。ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しいですね。嬉しいですよ映画では足立と黒沢のその後が描かれるらしいよ。その後え、何ですか公開は2022年4月8日です。お楽しみに。それでは特報映像をご覧ください。どうぞ。大旋風を巻き起こしたチェリマホが映画になって帰ってくる。30過ぎても童貞だと魔法使いになっちまうんだぞ。本当に魔法使いになってる？めっちゃドキドキするんだけど。足立、いい匂いする。ごめんな、好きになって。え、俺？足立は俺にとって特別なんだから。俺はなんでこんなにドキドキしてんだ。最高の一日にするから。ファーストキスなんだぞ。やっぱり忘れて。ピュアすぎる二人の恋の行方は。チェリマホザムービー。30歳まで童貞だと魔法使いになれるらしい。もう消せよ。やだって。